皆さん、こんにちは。ネットビスアナリスト、横田修林です。今日も人工知能、AI について考えていきたいと思います。Google マップにですね、新しい機能が追加になったということでニュースがあったんですけど、電気自動車ユーザー向けにですね、電気自動車の充電ステーションが Google マップで検索可能になるというようなニュースが入ってきました。 今までは、例えばガソリンスタンドって検索するとですね、出てきたりしますが、これがですね、あの、EV チャージングというふうに検索すると、燃えのステーションが出てくるようになるということですね。まあ、これはあの非常にあの助かる機能だなと思ったんですけど、これで思ったことはですね、その、 最寄りの場所が分かるようになるということは、自動運転ができる、まあ、人工知能が搭載された AI のですね、えー、車ができるとですね、その自分で Google で検索をして、近くの充電ステーションを見つけたら、自動運転で自分がですね、充電するとこまでに行って <laughs>、充電するようになるんじゃないかと。まあ、現にルンバは今ね、自分で充電するとこに戻っていくってことをしてるわけなんで、そうすると車がですね、なんか無人でですね、 今後え、充電ステーションの方に充電に行くっていう姿が見れるようになるかもしれないですね。もしそういうことができるようになれば、そうするとですね、その自分がもうガソリンスタンドに行くっていうことがなくなるっていうことですよね。もうあの夜中のうちとか自分が仕事をしない時に勝手に行ってくださいみたいな感じになってればですね、いつでも充電満タンの状態になるっていうことが今後あるのかなとかと思うと、 なんか不思議な気がするし、もしそこのお店からですね、何か明日から値上げしますよとか、もしくは今日来てくれたらなんかプレゼントあげますよとかっていうと、まあ、その LINE とかで届いたガソリンスタンドのメッセージを人工知能が読んで、そして、えー、あのその持ち主の人に忖度してですね、えー、自分でですね、その行ってですね、そしてあの運転手さんにですね、 喜んでもらえてですね。サプライズですね。 なんと、プレゼント持って帰ってきたみたいなことがあるんかなとか思ったりすると、もう何が何だかよくわからない世の中になるなって気がしますよね。だから、その、本当にその自動運転っていうことだけでは、もうびっくりしなくて、そこにちゃんと人工知能が搭載されて、他のアプリと連携していくことになると、かなり知らないうちにですね、自分の身の回りが改善されていくんじゃないかなと思いますので、恐ろしい時代になったなって、 思いませんかネットビスアナリスト、横田修理でした。ありがとうございました。ではまた明日。